できるはずだ。誰かが倒れてしまうと厳しい戦いになる。お互いに助け合っていこう。いい調子だ。押し切るぞ。このままやられてたまるかよ。このまま行きましょう。このままじゃ。はい、お上際が悪いよ、あんたたち。私たちに稼働なんて千年早いんだから。これは驚きました。帝国歌劇団、予想を裏切る大健闘。勝った。本当に勝ったのか。やった、隊長、やった、アザミたちの勝利。やったわね、キャプテン。私たちの勝利よ。負けたのか。プレジデント G の驚くべき決定ですが、確かにこのまま終わるには惜しい勝負です。誰もが見たかった直接対決、上海歌劇団と帝国歌劇団、どちらが強いのか。相手を全て倒した者が勝負。あんな奴に助けられるとはな。かっこいいぜダリーナ。チャンスを逃すような男じゃねえ。戦おうぜ、神山聖獣王。俺が倒れるまで上海をかける五層の竜、その方向に震える時だ。捕らえた。運命閉ざす青き流星、堀と見れ。直接対決、会長、
本当にそれしかないの。シャライクを倒す。俺たちは負けられないんだ。分かったわ。戦いましょう。あんたたちみたいなひよっこ過激団に私たちは絶対負けない。上海の竜の力、毒と味わえ。なくなりかけた過激団のくせにもう立ち上がってくるんじゃねえ。テートだって私たちが守ってたんだ。今頃何しに来たんだ。帝国過激団。今までテートを守ってくれた、本当に感謝する。帝国過激団の花組は不滅だ。俺たちは蘇る。テートの平和を守るために。壊れちゃう。炎の上に任せろ。この通りだ。過激団が負ける。嘘だよ。なんという上海過激団は立てません。動けません。過激団対戦初戦を制したのは帝国過激団です。